はそのネタっていうの、 AV とか漫画とかじゃ全然ダメなんでしょ。そんなお兄でも新しい刺激というか、新鮮なネタなら興奮を取り戻せるのではないか、妹はそう考えたわけです。そして不憫なお兄のために文字通り一肌脱いであげようと体を張って頑張ったわけです。なのになんだあの感想、切り取り線とか言うな。喜べよ、そして興奮しろ。なんで、かわいいかわいい妹のエロ自撮りぞ。顔を知ってる身近な相手の画像は画面越しでしか知らないそれよりもそそるのでは。妹が恥ずかしいのをこらえてここまで体を張ってあげたんですよ、兄上。そちらも抜かねば不作法というものでは。はあ、何それ、どこから目線、これ以上ないほどに腹が立つんだけど。ここまでしたってのにさ、失礼にも程があるっていうかさ。ちぇ、なんだよちぇ。